茶ね。いや別に特茶関係ない。え、じゃあ前まではコーラだったじゃん。うん、俺は元になったってことじゃないの。ああ、まあ確かに。お前もだけど、俺も、うん、最近ね、ちょっとお茶にしてんのよ。ああ、そうなんだ。俺、いやでもその話もしなきゃいけないかもしれないわかんない。その話した方がいいかな。怖い話じゃん。俺は、いや、じゃあ俺ね、想像以上じゃあちょっと、じゃあもうこれをちょっと片さない、ちょっとした方がいいかもしれないよ。片さした方がいいな、うん、その俺さ、うん、昨日、まあ夕飯があって、うん、で、帰ってきてさ、うん、まあリプ見たりとかさ、うん、なんか事務所の人とかも話したりとかした時に、うん、トミーは大丈夫なのかな、なにガチトーンでみんな心配してたよ。いや俺ステージの上ではちゃんと頑張ってたと思うけど。いやでもそういうことじゃなくて、うん、あの鼻血とか、うん、だステージ中もさ、いやバレてないしけど、うん、小声でさ鼻血出てるって俺に言ったじゃん、うん、鼻血は出てたじゃん、まず。いやいや、だとしても俺は気づかれてないからね。クオリティは下げてないと思ってる。うん、いやまあだからそういうことじゃなくて、うん、鼻血とか、まあ楽屋でもずっと鼻血出てたわけじゃん。まあね、ずっと鼻血出てたから、うん、これ人間ってやっぱすごくて、うん、ずーっと血が出てるって思うと、うん、いや、そんなわけないんだよ。出血多量なんか、しかもなんかなるわけないじゃん。なんかして鼻血出たとかじゃないんだよね、うん、鼻血が急に出てきたってこと。そう、ずっと出てて、まあそれはいいんだけど、うん、よくあるから。人って不思議で、うん、出血多量なんてなるわけないじゃん。そうね、なるわけないんだけど、うん、ずーっと血出てると、うん、なんか体調悪くなってくるの。はいはいはい、はい、なんか気持ちもあるんだろうね。別に風邪もひいてるんですけど、ずっとね、うん、風邪ならいいんだけど、風邪じゃないんじゃないって思ってきたの途中から。鼻血とか風邪関係ねえじゃん。鼻血とかの話じゃないもんね、風邪って。うん、付け根痛いとか言ってたもん。うん、風邪関係ないなってなってきて、うん、やばくねって思ってきたの。それはいつ思ったの。昨日。昨日ちょっと気づき始めたで、舞台出るじゃん、うん、で、ちゃんとやるじゃん、うん、で、そのテンションじゃん、戻るじゃん、ね、うん、なんか体調悪いの。うん、俺も聞いてたよ、そのマネージャーさんにも言ってたし、うん、風邪薬ちょっと必要かもしんないですみたいな、うん、で、またそのなんか、いやいや風邪じゃないですみたいな言うのよ。その感じ風邪じゃないんだみたいな。ああ俺としては風邪で行きたいの、風邪なんでっていう。はい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 、風邪、風邪だから風邪薬飲めば治るんで、で行きたいわけ俺は。風邪薬飲んで一時的に治るとかさ、治って出れるじゃん。うん、で風邪じゃないんだよ。うん、マジでちゃんとしてくださいって。もうほんと日頃の食生活とか、うん、生活サイド全部出てます。いやいやいや、風邪なんで風邪薬だけ持ってきてください。で風邪薬を飲んで出たんですよ。出てたね。うん、だから風邪だったってことですね。いや風邪じゃないです多分。あのね、風邪じゃなかった。いや認めた。昨日家帰ってきた。急に認めた今。昨日家帰って言わなかったセリフ言った今。ただ風邪じゃない、根本にあるところはね。根本にある。でそれはなんていう結論なのお前の。俺の中で、うん、いやもうしょうがないなっていう。あ、違う違う違う、そういうことじゃなくて今も。え、今は別にカメラ回ってるんで。いや、なんだガンガンいけるみたいな。なんだそれ。え、今後はどうしていくのよそれ。みんな多分心配しちゃうよ。心配とかするの面白くねえからしないでほしいんだよね。いや、俺のこの体調心配していいのは、うん、まあカンタまあギリいいでしょ。なんでだ。ギリ、俺ギリなんだ。お前ギリいいよ。俺なんでギリいいんだよ。心配しても、うん、まあ親まあギリいいでしょ。ギリじゃない人いないんだ。ギリギリ、そこギリで、まあ会社の、うん、まあ、マネージャーさん周り周り、うん、まあギリギリいいでしょう。おお、後輩アウト。うるせえ、うるせえ。なんで、そんなやつは。なんでさ、もうそれ以降の人はもう全員いいいい。言ってくんだって。え、気にはなっちゃうじゃん。で、そ、今後の対策だけは言うとかないと。トミーさん打ち上げいなかったんですよ。いいいい。ただその気づいたんだけど、うん、俺37で死ぬって言ってた、うん、こう生きてるの。だからそうね、スプラッシュマウンテン理論で、ね、こう生きてるってね。消えたよ、この世界から、うん、こうだった時。そう、今スペースマウンテンみたいなことになってるからね。きついんじゃないかっていう。俺気づいてたよお前が言ってて。ね、だから俺は、だからみんなが心配する理由わかるもん。いやそれなんか違うけどね。違くないよ。いやだからそういう人として見ないでほしいっていうのはずっと言ってるのに誰も分かってくんないんだよな。見るだろ。見るだろ。だって普通に、だってさ見に来たらさ。いやでもお前らの友達じゃねえぞ。
友達だろ。いや友達じゃねえから、そのなんかそのそういう高尚なものとして見ないでほしいから。おい、あいつ倒れてるじゃん、死ぬだろこれ、ボクシング見てるみたいな感じ、ぐらいの感じでいい。あ、ボクシングの試合、あれ友達だと思って見てないよね、どっちも、うん、行けって思って、行けって思うじゃん。でも相手にも家族がいて大切に思ってる仲間たちがいるのに、相手のことを殴って倒せと思う、それがボクシングでしょ。確かに、みたいな感じで見たもん。まあ野球とかもね、うん、ホームラン打つぞって打たれたピッチャーもいるわけだからね。打たれたピッチャーの来年の契約はどうなるんでしょうかっていうふうに考えないわけじゃん、うん、ね、うん、打たれたピッチャー、お前そういう感じなの打たれたピッチャーは今日勝って彼女にプロポーズするつもりだったんじゃないでしょうかっていうふうに見ないわけだから、うんうん、それでやってほしい。俺も、え、俺は嫌だよ。お前俺は心配してほしいよ、メンヘラなんで。あ、気持ち悪い気持ち悪い、そういうやつ相方なのいやでもなんかお前もちょっとそうだいや俺はそうだよ、本当に本当にお前もだってさ、本当はそうだ。なんとなく言いたいことは俺は分かんだよね。健康生活はもう始めるってことはいいですかえ、じゃあお前逆にいいよ、うん、俺で健康生活しました、うん、おもれえそれいや違う、普通の人じゃん。え、普通の人がどう出れるんですか、じゃあ私も出れるじゃないですかって聞かれちゃうよじゃあ、まあね、わかる、で、わかるけど、え、普通の人間でもそこには立てるんでしょうか、じゃあ私も YouTube を始めますって言っちゃうわけじゃん、その人が、うん、理系の人がこう言って、ややこしいな。でもじゃあ俺がサラダしか食べない人になって、うん、健康体になったら普通の人になっちゃうの、ね、めちゃくちゃ大量のサラダ食えば面白いじゃん、逆に、うん、逆に振り切るってパターン、うん、いやそれ不幸じゃん、うん、今俺が好きなことやりまくって逆に振り切って、うん、逆に不幸っていう面白いのに、うん、嫌なことやりすぎてそのまま不幸はもう不幸じゃん。ずっと不幸の道を走りまくって面白いとこにたどり着いてるだけ、うん、その先に面白あんのそれあるだろやりたくないことをやってそのまま不幸になってるやつ面白い面白いだろ日本でそんな食その野菜生活してる人あんまいないしね。まあな、そのなんかし、なんだろう、宗教上の理由とかがないと厳しいから多分人間って弱い生き物だからツイッターで検索したらなんて言うんだろう、トミー隊長みたいな検索したら出てくるのかな。いい、そんなやんなくて。何件来てんだろ、トミーツッコミで検索しようじゃん。俺読み上げますね。なんでユーザー名が、うん、待ってよ、今いたな、トミー久々の体調不良っていう普通の別のトミーがいるけどえ俺はずっと体調悪いけどな